セバスティアン・ビスカイの、セバスティアン・ビスカイの、ズバスチャン・ビスコ用の、1548年から1624年は、スペインの探検家。スペインのウエルバに生まれる、1583年に、ヌエバ・エスパーニャに渡り、1586年から1589年までは、マニラ・ガレオンの貿易商人として、フィリピンとヌエバ・エスパーニャの間を往復した。 1593年、カリフォルニア安政岸での真珠採取の権利がビスカイノに譲渡された。ビスカイノは三隻の船でバハカリフォルニアのラパスまで航行することに成功した。現代のラパスという名前もビスカイノが与えたものであるエルナンコルテスはサンタクルスと呼んでいた。ビスカイノはラパスに植民しようとしたが、補給の問題、モラルの低下、火災の発生によって、 すぐに撤退することになった。1601年、ヌエバ・エスパーニア複王のモンテレー伯爵は、ビスカイノを第2の探検の長に任命した。今回の探検の目的は、マニラからアカプルコへ帰るスペインのマニラガレオン船のために、アルタカリフォルニアの地に安全な港を探すことにあった。また、60年前に、フアン・ロドリゲス・カブリリオが探索した。 カリフォルニアの海岸線を詳細な地図に描くことも要求されていた。1602年5月5日、ビスカイノは3隻の船でアカプルコを出発した。帰還の名はサンディエゴであり、他の2隻の名はサントマストトレスレースであった。11月10日、ビスカイノはサンディエゴ湾に入り、その地を命名した。チャンネル諸島のサンタバーバラ島やポイントコンセプション。 サンタルシア山脈、ポイントロボス、カーメル川、そしてモントレー湾などの重要な地名はビスカイノの命名に由来する。このため、1542年にカブリリョウが付けた名称のいくつかは消え去ることになった。トレスレーエースの船長であったマルティンデ・アギラルはビスカイノと分かれてさらに北上し、現在のオレゴン州のブランコ岬か、あるいは クーズワンまで到達した可能性がある。ビスカイノの航行の結果、モントレイにスペイン人を植民させようという騒ぎが起きたが、間もなくモンテレイ伯爵がペルー副王に転任し、公認者がモントレイに興味を持たなかったため、植民地下にはさらに167年間待たなければならなかった。植民地下のための探検を1607年に行う。 計画が1606年に許可されたが、延期の後、1608年に放棄された。1611年、慶長16年、2年前に、フィリピン前総督ドン・ロドリゴ一行、3、フランシス・コンゴが、帰還のためアカプルコへ向けての航海中台風に遭い、カズサ国位は和田村、玄音塾長田尻の浜で、難し救助されたことへの到礼史として、 ヌエヴァ・エスパーニャ副王ルイス・デベラスコにより派遣され、二代目、三、フランシスコ号で来日した。なおこの人選は、ヨーロッパの鉱山技術に興味があった、徳川家康の要請に沿ったもので、同時に、ヌエヴァ・エスパーニャ側にも、日本の金や銀に興味があったことによるとされ、日本近海にあると言われていた、金銀島の調査も兼ねていた。3月22日に、 ヌエヴァ・エスパーニャ、現在のメキシコのアカプルコを立ち、6月10日裏側に入港、6月22日に江戸城で徳川秀忠に越見し、8月27日に駿府城で家康に越見する。しかし、第一に通称を望んでいた日本側に対し、ヌエヴァ・エスパーニャ側の前提条件は、キリスト教の布教であり、有効については合意したものの、 具体的な合意は得られなかった。家康から、日本沿岸の測量についての許可の主院状は得られ、11月8日に、仙台につき、11月10日に、伊達正宗に、越見11月27日から、仙台藩の北部沿岸の測量を始める。12月2日、気仙郡沖嫌村、元王船都市沖を公開中に、慶長三陸地震の打波に遭遇したが、 海上にいたため被害はなかった。測量を終えて12月8日に仙台へ戻り、ついで南下し、九州沿岸まで測量を行った。日本沿岸の測量を終え、1612年、慶長17年9月16日に、家康、秀忠の返書を受け取り、ヌエバエスパーニャへの帰途に着く。木戸金銀島を探すが発見できず、11月14日、暴風雨に、遭遇二代目。 3. フランシスコ号が大破損し、裏側に戻る。乗船を失ったため、ヌエヴァ・エスパーニャへ帰るための船の建造費の用立てを、幕府に申し入れたが、日本側の外交政策の変更もあって断られ、1613年、慶長18年に、ルイス・ソテロやハセクラ・ツネナが慶長権王施設団のサンフアンバーティスタ号に同乗し帰国した。 仙台城のことを以下のように表した、城は日本の最も優れ、最も堅固なるものの位置にして、水深き川に囲まれ、断崖百身長を超えたる、イカ山に築かれ、入り口はただ一つにして、大きさ江戸と同じくして、家屋の構造はこれに勝りたる町を見下し、またにレグアを隔てて、数レグアの海岸を望むべし。ビスカイノが1614年に、 ヌエバ・エスパーニア複ー,ーに提出した金銀、島体験公開の報告書で、1867年に初めて交換された。正確には、ビスカイの本人の著作ではなく、スペインの歴史学者は、大部分は、初期アロンソガスコンで、カルドナ、末尾の部分は、初期、フランシスコ・ゴルディーリョの執筆と推定している。以下の日本語訳がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。